棚下、これは床下かもしれません、要するに棚の下をくぐり抜けていって相手を斬るという想定ですね。したがって刀をすぐ抜いて上に振りかぶられませんから、棚の下をくぐり抜ける間に刀を抜いておいて通り越したら斬る。一歩でくぐり抜けても二歩でくぐり抜けても構いません。それは自分がどんだけの棚があるかを想定されたらいいと思います。